はいどうも、赤星赤崎せよ赤星マシマシ TV お久しぶりです、うん、ということで、港屋スリーさんということでね、うん、港区六本木にあるんですけども、はい、この時点でおおと思った方もいらっしゃると思います。港屋さん、いろいろありますんで解説してみます。しましたよ、ね、乃木坂駅のすぐ近くにあるんですけども、そう、メルセデスベンツのなんとショールームのですね敷地の中にあるという。マジで、はい、面白いお店なんですね。面白いね、車だらけね。でですね、この港屋さんっていうのはもともとですね、あの港屋1というのがあったんですね。港屋さんもともと虎ノ門に、はい、でこれ3店舗目でして、港屋2の方はなんと撮影許可ダメでした。ということで3の方行ったんですけども、ベンツと、あ、だからメルセデスとお店と、すごいな、何これ、もらってますね。こんな感じでね、メニューは一種ドリンク充実、万年筆も売ってますね。ということでね、こちらには港屋3ビジョンメルセデス AMG GT 温かい肉そば選択しております。おー AMG ですね、メルセデス AMG というのが会社名ですね、ブランド名、温かい肉そば1000円のみですね。コップにもですね、ベンツのロゴが入ってますよ、ね、生卵は1個無料です、ね、これはあのお店からここに入れてくださいって言われるんだけども、うん、最初から入れませんでした、僕は、はい、でお蕎麦がですね、うん、なんか ね、焼きそばみたいな、そうそう、ちょっとあのいろいろ形状が違いますけども、で一応肉抜きのラー油少なめをオーダーしてますね。ね、個人的理由で、ちょっとお肉がまだまだあれなんはい、はい、あれな時期なんでちょっと、ね、はいはい、入れてません。本当は入れてくださいよ、美味しいと思うんでね、生卵落としましたがまだ溶きません、僕は。なるほど、で最初ちょっと汁からね、これしょっぱレベルなんですが 3.9 ということでね、港屋さんしょっぱとかなのかな、あ、その通り、ね、甘辛系なんですね、3.9 はいってる、 3.9 はいってます、うん、はい、絵が短めなんですね。あ、まあまあまあ、ところどころ入ってるっていう感じかな。なるほど。でこれとにかく食感がですね、もうギュチそばなんすね、ギュチそばですもん、ギチギチとすごい弾力のあるおそばですね、これね、ネギや黒胡椒をたっぷり、つけて、あ、来ました、たぐってくださいね、たぐる、たぐってください、すすりじゃございません、たぐってくださいね。さあ、そして生卵、このようにですね、すげえ、割れないんです、なかなか上質な卵を使ってるんですね。で、ラー油少なめなんですが、甘い汁とラー油のこの対照的なね融合が口の中ですごくあの不思議だなって感じがするんでね、ぜひね、いや、いっぱい入れてくださいね、はい。でこのつけ汁をですね、マイルドにしてくれるんですね、生卵が、そうだね、そういう効果があるんで、まあ、あの今回肉抜きにしてるんで、解禁、僕的に解禁されたらですね、肉卵で食べてみたいというのがありますんで、こうもうマジでもう一回行きたいです、はい、戻りたいし、市場、市場キャンペーンやりたいです、ちゃんとね、本来の目的でここに来れたらいいね、乗りつつも、食べつつということで、おのりをね、しっかりと染み込ませて食べると超絶うまいですよ、うん、ね、で、大盛りとかもやってないんでね、うん、まさにこの1個のみということで、過ごしやすい気候の時はですね、うん、ベンツと青空を見ながら、いや、おしゃれだね、本当やっぱ、あ、外かと思ったけど、外じゃない、そうですよ、これテラス席です、あ、そうなの、なるほどね、テラスで食べられるんですよ、うん、ね、すごいですね。さあ、そしてトニックウォーターも、いや、もう、トニックウォーターさ、はい、ちょっと口の中イガイガしてくるんでね、このさっぱりと、もうライムなんかも入っててね、まあ、お酒も売ってるんで、もちろん試乗するときは飲めないですけども、うん、これはあのドリンクの、ソフトドリンクの方ね、さあここで、うん、さあ来ました、これをね、どうと、これコップをこっち持ってくんですね、はい、そうすると、あら、なんか砂のようなものがありますが、これがですね、そば粉なんですね、これをセルフで、あ、これベンツの上に入れまして、ベンツの上にかけちゃいまして、でこうやってお湯を入れるんですね、そして戻ります、混ぜます、飲みます、まあ、まあそれはね、飲みますね、飲まなかったら問題だけど、もうなんかもうほんとベンツそのもののような深みのある、ね、いや、そうなの、蕎麦湯でしたよ、ベンツそのもの、ベンツそのものでしたね、食とベンツあんま変わりねえよ、重くてうまい、うん、ね、だまあ甘みがあったあのつゆをですね、この蕎麦の旨味でこう調和してくれるんですね、
まさにもハイパフォーマンスをね演出しているんですね、メルセデスさんと同じように。で、最後はルンコータチャンスということで飲んでいきますよ、ね、やっぱこのグラスと青空と都会、ね、六本木の平日の昼間ですこれ。たった人だよね、メンツよね。確かにね、もう目もくれずですよ、いや目はくれてますよ、目はくれてます、ね、いつか欲しいなでしょ、いつか欲しいです、ね、84.6 ということで8類になってますよ、たまたま、ね、走ろうか自分でバラしちゃうあたりちょっとね、ほんとこれレアですよこれ、レアたまたまレアな数字になりました。いやメルセデスさんびっくりしました、メルセデスさん、ね、あ港屋さん、港屋さんびっくりしましたよ本当に。だから港屋の1というのはですね、あの社長島耕作も行ったという、なるほど、社長時代に行ったっぽいですよ、あいやいつかな係長かないつ時代だろういつ時代か行ってます、それほど話題になったお店で、はい、で、まあ、2撮影できなかったんだけど、うん、もちろん食べて行ったんですよ、うん、で2は冷たい肉そばなんだよ、あ、ちょっと違うんです、違うんです、しかも立ち食いなんですよ、で、3の方は温かい肉そばということで、まあ、2と3のね、こう差別化も考えつつ行ってみてもいいのかな、そばだけ食べに行くと気まずくはないですよ、確かに、あ、いや、全然気まずくないですよ、全然ショールームと関係なく行ったみたいな、あ、なるほどね、どなた様も行っていいお店なんでね、ぜひとも足を運んでいただきたい、近くに六本木のヒルズがあるヒルズ多分タウン、ミッドタウンが、ミッドタウンもあるんで、すぐところに、だからもう観光地の一つ知ってくださいよ、はい、ヒルズたくさん飲食店あるけどね、あえてこっちに行くぐらいやっぱ価値はあるというか、ある、乃木坂もあるしね、近く乃木坂ってどこっていう、変わってありましたね、ここです、ここですか、まさに。ということで、宮瀬すりさん、僕は治ったらもう一回行きます、ね、治ったらね、はい、そうね、じゃあ治ればね、ごっつぁんです。